FM Osaka. All I wanna, all I wanna, all I wanna hear is right here, right now, now, now. All I wanna hear is music bit. The guest, the guest.FM 大阪から遠藤潤と吉田あかりがお送りしているミュージックビット。さあ本日のゲストの方たちはこの方たちです。どうぞ。はい、ココナこと梅山ココナです。ケイトこと塩月ケイトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ミボテートから私の可愛い後輩2人が来てくれました。お願いします。よろしくお願いします。ういういしいまだでも結構もうね、ネズミではベテラン勢になってきたんじゃない。あ、そうなん、うん、ココナなんてもう大先輩でしょ。もう6年目になります。6年目、はい、あ、そうなんや。そうなんです。じゃああかりんとも当然ながら一緒にね、あの、はい、まあ、ステージ踏んでみたいな、はい、ことでございますね。でもやっとちゃう、こうやって。そうなんですよ。でもね、私割とね、卒業メンバーの中では、うん、メンバーと仕事してる方やと思う。確かに、うん、よく一緒にテレビに出演されてたりとか、はい、卒業したのになんかまだ周りにおんでみたいな。私はあんまり卒業した感ないねん。いや、私はめっちゃなんか結構お会いできる機会が多くて嬉しいです。嬉しい、やっぱり。はい、はい、そのあかり卒業した時ってどう思ったの。でもやっぱりどういう存在だった2人と。すごいもうお母さんのような存在で。そうですよ、もう年齢離れすぎてるもん。いやでも本当にめちゃめちゃ引っ張ってくださってたので、うん、もうあかりんさん卒業されたらどうしようって、ちょっと卒業された時はね、はい、不安になりました。不安になった、はい、でも今は、今はみんなで頑張ってます、はい、頑張っているという、はい、さっきねスタジオ入ってこられた時にね、うん、ケイトさんの方か、うん、あの背伸びたっていう話してたけど、そう、ケイトが、私が出会った頃は、はい、本当に何センチって言ってたっけ。143センチです。そう、もうちっちゃかったんですよ。言っても小学生やったもんな。はい、そう、小学生 でめっちゃ可愛い赤ちゃんみたいな子いるみたいな感じで、すごい可愛い子いるなと思ってたら、えみたいな。黄色入ってたから余計大きく思えて。なるほど、160、はい、ね、伸びました。結構大きなるもんでございます。高校生だって言って言われて、はい、今ね、いや春からこうやって大人になっていくっていうね、感じでございますけど、ね、でも昔からすごいしっかりしてたんで、うん、本当に、うん、本当に割と喋る後輩やった。そうは、ね、はい、選抜でも一緒やったりとか、うんうんうん、私ね、後輩と仲いいな、はい、何の話しかけてくれて私後輩と仲いい方やんな、先輩やった、はい、本当に。ごめん、誰が後輩に冷たかったの。いないですけど、やっぱもう先輩でも人見知りの先輩もいるから、うん、私割と誰でも大丈夫な感じでした、うんうん、そういう先輩はありがたいよね。ありがたいです。やっぱ、まあ、緊張するやん、それ言うてもさ、そうなんですよ、縦の関係やから、はい、うん、そうですね、一期生さんですし、うんうんうん、緊張するんですけど、はい、あかりんさんの方から話しかけてくださるので、そう、優しいです。気さくなおばちゃんだったんです。はい、ありがたい、ありがたい。で、じゃあつい今週か、うん、最後の一期面が、はい、ね、ミルルン卒業。そうなんですよ。いやー、どうですか。なんかもうやっぱ一期生さんが NNB48 をこう作ってくださったので、うん、その一期生さんが皆さん卒業されてしまうっていうのは、うん、やっぱまた第一歩というか、新しい NNB48 をこう生み出していかなくちゃって思うので、うん、気を引き締めて頑張りたいと思います。しっかりしてな。ここなの、しっかりしてるな、今日全然今日今日今日です。私の知ってるここなとちょっと違うみたいな。わかんない、でもこの半年ぐらいですごい喋れるようになってるのかもしれないし。あ、でもそういう機会でさ、うん、もう当たり前のように増えてくるやんか。はい、ね、そう、なんかあれなんですよ、私がずっとやってたラジオ。あ、そうなんですよ。の、あの後継ぎをやってくれてるんですよ、ここなが。でもまあ結構ちょっとね、下ネタが多かったりだとか、結構ハードなラジオなんですよ、うん、っていう風に、あの、まあ、ミルキーから、ミルキーとアイニャンから始まって、うん、まあ、1期生がそうさせてしまって、うん、そういうラジオになんか自然となってしまったんですけど、はいはいはい、こんな可愛い子がそれをついてしまったんですよ。大丈夫かなと思ってたけど、なんかファンの方がココナ頑張ってるよっていう風にしっかり下ネタも引き継いで。すごいやっぱ大変なんですけど、うん、なんとか頑張ってます。難しいんですよね、あの、それで、あの、正面衝突したらダメなんですよ。うまくかわしていきなさいと、これをっていうやり方で教えてきたんですけど、もうしっかりあかりんさんの後引き継いでます。伝統はね、ちゃんと伝わっていると、はい、あんまりね、いや、よくないと思うんですけどね、私もどっかでやめなあかんなと思うんだけど、楽
しいになる。楽しいです楽しいのが一番楽しいですな、はい、ということでございまして、まず1曲聴いてもらいましょう、うん、では曲紹介をお願いします。はい、 NMB48 最新シングルでミルさんの卒業シングル「しだれ柳」を聴いてください。しだれ柳。48の最新シングルしだれ柳聞いていただきました、はい、これめっちゃ口ずさんじゃうねんけど、やっぱあれかな、なんかグループの曲やからこう馴染みがやっぱ自然とリズム感とかが、うん、もう刻まれてるんだ、刻まれてるんだと思う、 DNA にね、うん、そういうことだと思う、そうやと思う、遺伝しちゃうと思うこれ絶対そうやな、あかりんさんが踊ってる姿想像つきます、やろう、はい、自分もおりそうやなって思う、ね、今聞いてたあれミュージックビデオ出てはったっけ衣装絶対似合います、似合うよな、可愛い衣装とね、はい、リクエストもねいっぱい来てました、埼玉のともさん、そして新潟のリミーさんですね、北海道からは父ちゃんさん、みっちゃんさんは東京の方、堺市の赤みおん推しの直人さん、はい、そして、東京のコロッケさん、めっちゃ来てる、堺のスカイズさん、天王塾のケントさん、あ、この方はね NMB デビュー当初に応援していたもので、あかりんが担当なんてびっくり、あーそうなんですか、いつも聞いたよ大阪府のひなさん、そして、高知の俊二、あかりん殿堂入り、ケイトちゃん推しさんなどなど、殿堂入りいただきました、ありがとうございます、ね、いっぱいいただいておりましたけれども、ありがとうございます、そっか、この曲がミルのラストということで、いよいよミルの最後のステージもね、もう週末、はい、ですね、はい、8月の14日土曜日と15日日曜日の2日間大阪城ホールでコンサートが開催、詳しくお伝えいたしますと、14日土曜日の方が12時開演、はいはい、NMB48 ライブ2021 in 初夏初夏初夏、はい、まずこれはどんなステージですか？でもこれは久しぶりに NMB48 全員でのライブなので、はい、今の NMB48 を皆さんに目に焼き付けてほしいなってすごい思います。はい、12時開演の方、そして17時30分開演で NMB48 次世代コンサート、戦わな次世代ちゃうやろ、ココナとケイトさんは5期とドラさん、はい、はい、今回はこれもバッチリメンバーで思い出してます、はい、このコンサートは5期生さんとドラフト3期生、6期生7期生の若手で組まれたコンサートなので、うんうん、私たちは若手の力をね見せつけようというコンサートになっています、はい、若手の力だそうですよ、はい、ね、もう関係のない話になっちゃっていやいや対決すんの、なんか、あ、そうなんですよ、うん、結構今回バチバチ感がめっちゃあるので、はい、バチバチ感気合い入ってます、はい、でもね、私が卒業するぐらいの頃からもう本当にこう先輩メンバーの卒業が相次いで、うん、卒業する前ぐらいからか、はい、本当に私が辞める頃はもうほとんど後輩だったんですよ、うんうんうん、次世代って呼ばれる子たちだったから、でもそこからまた1年近く経ってすごい力をつけてると思うので、うん、私も見たいですこれ。なるほどね。そして15日日曜日の方が NMB48 シロンを見る卒業コンサート、ミルルンサルルンありがとう、まあもちろん、うん、ミルルン卒コンでございます、はいはい、全公演オンラインチケットもあるということなんですけど、うん、卒コンだから、あかりんの卒コンの時もこの2人は見てくれました。どういう気持ちなんですか、卒業コンサート一緒にその時間やってるっていうのは。いやでも普通のライブとやっぱ違う、違いますね、やっぱりその方の卒業なので、うん、なんかちょっと歴史をたどるセットリストになっていて、うんうんうん、曲とかも、あ、この時のこのあかりんさんのこの時の思い出すとか、はい、やりながらもありますね。やばないそれ、はい、ね、ちょっと泣きそうなったりとかあるよね、はい、あります、ね、はい、そう、人によってやっぱでもセットリストで泣かせに来ること笑かしに来ることいろいろいますね。あ、はい、あまり乗っちゃった、私も完全涙を飛ばした泣かせに行こう、いや、なんかそう、無観客じゃなくて、声出せない、うん、コンサートだったんで、うん、やっぱこう飽きさせないように感情のこの何を大事にしようと思って、はいはい、みんな泣かせたろって気持ちのセットリストは踏んだら自分が一番泣きましたさあ、はい、ミルルンはどうなるんやろうね。ね、はい、でも全然私とはまた違った感じになると思う。確かに、はい、ね、あの全公演オンラインチケットございますので、ぜひご覧いただきたいと思います、うん、はい、せっかくですしね、今こういうご時世ですけども、はい、でまあ、まあ卒業という、まあ、一つの節目を見届けるっていうのももちろんやし、あとやっぱ現場でエンタメ感じるっていいやんか。いいと思いますよ、ほんまに、うん、NMB のライブ楽しいもんね。
いや楽しいです、ありがとうございます。嬉しいな、嬉しいです。だから元気をいっぱいねもらいに行ってほしいなと思います。はい、じゃあちょっとお二人に番組恒例企画にお付き合いいただきましょう、はい、お目の前にカードがあるんですけど、はい、さあココナーさんとケイトさんどっちから引きますか。どうぞ。はい、じゃあ私から、はい、ケイトさん引きます。いきます。はい、NMB48 に入ってよかったなって思ったことは、うん、おー、なんですかね。でもやっぱり NMB48 に入ってなかったら今のこのファンの方とかこんなにたくさんの方と関われていないと思うので、本当に多くの方と関われたのは入れてよかったなって思うことです。うん、こういうの広がるしね、うん、そうなんです、ね、そこはやっぱあかりも思った。いや思いました。だって絶対自分のことなんて入ってなかったら知られてないわけじゃないですか、うん、で、まあ、例えばじゃ芸能界に入ったとしてもなかなかそんなメディアに出れることって、うん、ほんと一握りだと思うんですよ、うん、NMB に入った NMB のオーディションを受けたことによって、もうオーディションの時点でカメラが入ってて、うん、テレビがあってみたいな。恐ろしい、恐ろしいですよね。だからすごい恵まれてる環境だなって。 もちろんそれ、はい、偉大な先輩方 AKB さんがいてのことなんですけど、すごいよね、はい、本当にグループの存在大きいなって思います、はい、今も思う、卒業した今も、うん、活動年数重ねるためにそういう広がりもね、はい、まだまだこれからあるということですよね、はい、ココナさんじゃあどうですか、はい、あ、うん、いいよ、新しいココナ、はい、いきます。そのお題は嫌だったみたいです、はい答えにくかったかな。すいません。じゃん。二人の特技といえば何ですか。お。おお。知らんわ。何なの。めっちゃ笑ってるで。そうだね、私は、うん、ずっとお餅つきって言ってたんですけど、うんうんうん、最近新たに、うん、見つけまして、フラフープで首で回すっていうのがめっちゃ得意です。はいはいはい、得意です。はい、知ってる。知らん。あ、知らんのかい。そうやったんここ。そうなんですよ。お餅つき実際やったことあったの？あります。あったよ。ちゃんとはいあるんですけど、うん、その首フラフープがすごい可愛 いでしょ？可愛 い。首フラフープが得意なんです。ココナちゃんは。はい。可愛 いんです。休み時間とかやったりしてたの？あ。最近見つけました。最近見つけたよ。高校3年生になって、はい、首のフラフープ、ね、はい、なんか小学校とかのイメージよね。一回番組でなんかやらされて、うん、そこで気づきました。あ、できたって。私は得意なんやんだと。そうなんですよ、意外といけるやんって、はい、首フラフープ飛び出すかな週末は。ねえ、ケイトさんどうでしょう、はい、私は体を動かすことがすごい好きで、うん、でバレーボールが一番好きなので、うん、バレーボール得意です。うん、やってんの？NMB48 に入る前に少しだけやってました。少しだけやってた。はい。オリンピックとか見てた？見ました見ました見ました。ね、じゃあバレーも頑張ったね。うん、はい、もうすごい感動しました。あれすごない？なんか普通にさ、素人目から見てて、うん、勝てそうなのに、うん、それでも世界の壁って高いんやみたいな、すごいことやってるやん。そうですね、国内の選手もすでに、うん、すごいね、ほんまね、はい、そっちの道もあったかもってことやね。だからね、はい、もしかしたら、ね、そうなんや。それは本気でやってたん？やってました、ね、あ、そうなんや、はい、すごい、ね、人生と面白いなと、今度客席に飛ばしてな。3ゴールいいかもしれない。さあね、カードトークにもお付き合いいただいたわけでございますけども、はいはい、でもほんまに新世代でこれから NMB48 は、うん、ね、まあ構成されていくというか、うん、活動が続いていくわけで、はい、だからもうミルルン卒業したら僕喋ったことある方がほとんど残ってないというか、だいぶ少なくなる、はい、うん、感じなんですけれども、だから今日も当然初めまして、はい、でもまあ NMB とはね、うん、長いことちょっとやらせていただいてましたんで、うん、私がケイトぐらいの年の時にお世話になってます、その時はずっとこんな感じだった。そうなんですか。で10年越しぐらいで一緒に今ラジオやらせてもらって、そうそうそう、不思議な感じでございますけども、はい、これからもどんどんNMB としてミュージックビットにもね、はい、遊びに来てほしいなと思います、うん、はい、でちょっと週末楽しみにしてるファンの皆さんにじゃあ一言ずつもらおうかな、はい、パワーアップした NMB48 楽しみにしててください。はい、ココナさんでした。このコンサートが皆さんの夏の最高の思い出となりますように。以上です。かわいい、はい、ケイトさんでした。なんか癒された。かわいいって正義。ありがとう。喋り方
方こんなんちゃうかったもんね。そうなんですよ。当時な、私、うん、もっとチャキチャキしてました。もうこのまんまやったから何回も言うけど。かわいいな、ほんまに。だからちょっとそれがういなと思って。いや、そうですね。はい、これからネヌビームの活躍も楽しみに、そして週末はぜひ、ミルの卒業もね、皆さん目に焼き付けてきてほしいなと思います。はい、ということで今日のゲストは NMB48 から梅山ココナさん、塩月啓太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。